次回9月26日からのオンエアは9月29日にファーストマキシシングル「ヒステリカルリンク」をリリースするシバーをメインアクトでお送りします。お楽しみに。みんな元気に過ごしてますか？さて今週の GG トラップはシバをメインアクトに迎えてお届けします。違いとかで抜けることになって、それで昔やってたメンバーってことで前にいたベースをと2人で始めたのが最初なんですけど、それでそのベースの知り合いってことでもう1人のギターのユウとあとレイが入ってきて、それで1年ぐらい活動していたんですけど、いろいろな理由があってベースが脱退することになって、それで地元で後輩のバンドっていう形でずっと年並みは知り合って、それでメンバー的にもというかバンドマン的にいろいろ魅力を感じていたんで、それで誘ったって感じですね。シバっていう意味は一言で震えるっていう意味なんですけど、ビジュアル面やあとそうですねサウンド面全てを見においてやっぱりシバを聴いてくれた人や見てくれた人身振りするようなっていうそういう番組になりたいなってみんなに言ってたんでつけました。何回かのメンバーチェンジを経て今のメンバーになったということなんですね。もう皆さんメンバーそれぞれの名前とパートは一致したでしょうか。そのシバーという名前、震えるという意味があったんですよね。ビジュアル面でもサウンド面でも身震いさせるようなバンドになりたいということで、なかなか渋いネーミングですよね。それでは次にそのシバーのサウンドとシバーのライブについて聞いてみました。まず音源を聞いてもらったら一番よく分かると思うんですけど、バックの4人がすごいマニアックなことをやってるんですよ。それで、ボーカルがすごいポップなメロディーで聴きやすい仕上がりになっていて、でバックの雰囲気としては
すごい冷たさと無感情さっていうのがあって、その中にどこかしらぬくもりがあるようなサウンドっていうのが私はに関してのリーだと思います。芝5人でしか出せない楽曲で、メンバーの個性を生かしたステージを貫くことです。で、あとそれを見ていただいたお客さんにいい意味でショックを与えることです。このコーナーはアーティストが影響を受けた作品、お気に入りの1枚を紹介してもらいます。芝野明です。今回僕が紹介するアルバムは爆竹の殺しの調べっていうアルバムで、今の芝のコンセプトにもなっている無機質と機械っぽさっていう部分でかなり影響を受けたアルバムです。皆さんも機会があればぜひ聴いてみてください。今年3月に全6曲入りのファーストミニアルバムサイクルセクションをリリースしたシバーですが、9月29日にファン待望のファーストマキシシングルヒステリカルリンクがリリースされました。今度はそのマキシシングルのコンセプトについて聞いてみました。前回はサイクルセクションというミニアルバム6曲入りだったんですけど、今回はヒステリカルリンクというマキシングル3曲なんで、とりあえず曲数が少ないということで、前回よりもクオリティとバラエティに富んだ作品に仕上げたいなと思って、みんなで、取り組んだわけですけど、このヒステリカルリンクっていうマキシングルはコンセプトとして、まあ、人間の死っていうか、そういうものに対して3つの独立した物語を描いてるわけですけど、全曲とも汚い部分とか、やっぱり人の見たくない部分とか、そういうものをリアルに結構描いてるんで、結構非現実的でも起こり得るかもしれないよっていう日常的な部分もあるんで、多分それは結構独特なもので、サウンドも結構前よりかは進化してると思うし、結構マニアックさはいっぱい出てると思うんで、まあ、もしよければヒステリカルリンクというマキシングをぜひ皆さん聴いてください。人間の死という同じコンセプトに基づきつつも、それぞれに違った個性を持った3曲が詰まったヒステリカルリンクですが、コメントにもあったようにマニアックなんだけれども聴きやすくメロディアスな曲ばかりで、ぜひチェックしてほしい作品です。それでは最後に今後のシバーについて聞いてみました。音楽的に言えば、今まであった無機質機械っぽさっていうのを
新しいものを加えてシバーというジャンルを追求したいと思います。でライブについては11月12日目黒鹿鳴館でワンマンあるんですけど、新しい誰もしてないライブを展開したいと思います。シバのライブでこれからいい意味でどんどん進化していくと思うんで、それを皆さんちゃんと見守ってください。ヒステリカルリンクっていう音源を出したんですけど、それも一つのシバの通過点っていうことで、これからどう変わっていくかっていうのは正直なところ自分たちもわからないっていうか、とにかく驚くようなことをやっていきたいんで、これからも見逃さずにずっと見ていてください。これからもシバ、ガンガン飛ばしていきたいと思うんで、みんなよろしければ、ライブに足を運んでください。今週はシバの特集をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。ダークなサウンドを聞かせつつも、バンド全体のイメージとしてはすごくキャッチーで、初めてでも入りやすい雰囲気がありますよね。これからの活躍が本当楽しみですね。それでは恒例のファンのみんなに何かください。シバからは、サイン入り写真セット、それと、サイン入りステッカーをそれぞれ、5名の方にプレゼントします。どんどんご応募ください。プレゼントの宛先はこちらです。必ず番組へのご意見ご感想を添えてご応募くださいね。またお絵かき Q やヒートアップビューへのリクエストもご覧の宛先までどんどん送ってくださいね。